おめでとうございます。10回といっても30年ですからすごいですよね。今年の時から久しぶりに参加させてもらって、私の助手だった福島さんがこの時日本人では初めてですかね、驚きましたけどね、今日来てますけどね。19で私の事務所に入って何もできなかったんですけどね。大木雅人というのがいまして、それの助手だって、僕の助手じゃなかったんですね。ここ間がで見てたらすごい優秀なんですよね。あ、君も一本立ちしていいから一本立ちしなさいと言ったらすぐやめて朝通に入っちゃってもうすごいこうね、師を大事にしてくれる人がね、ありがたいですけどね。この間ドイツへ行ってきまして、我々の謎だったバウハウス、一応デザインのね、今頃バウハウスなんかいいなっていう人もいるんだけど、ね、デザインの聖地に朝晩に行くと一体これは何なんだっていうことなんですけどね。ワイマールでできて、それからデッソで行って、3つの都市を見ないとちょっとなかなか分かんないんですけどね。